シローズキッチンです。今日はタダン、いやいやいや、かっこいいですね。このお魚なんだかわかりますか？ものすごく、知名度が低いお魚なので、ご存知な方は、少ないかと思います。このお魚はシマイサキと言います。釣りをよくされる方は、知っているかもしれませんが、私も、市場で時折見かけましたが、まだ食べたことない、お魚です。だからちょっと今日は、楽しみにしております。さて、どうやって料理しようかな。まあとりあえずお刺身にしてから、刺身のり巻きにしてみましょうかね。一応ね、小さいですが2匹いるので、これで作っていきたいと思います。それではレッツスタート。はい、それでは、3枚におろしていきます。それでは腹骨を書いていきます。はい、それでは血合い骨の両脇をカットします。はい、それでは皮を引いていきます。それでは海苔で巻いていきます。それでは海苔巻きを切っていきます。はい、それではお皿に盛り付けていきます。ただーん、完成でーす。わお。それではいただきます。
うん、あーうまっ。この島イサキがやっぱり美味しいんでしょうね。ものすごく旨味のある味のある白身でした。そしてそれに大葉、でまたあのガリですね、甘酢漬けの生姜、これがものすごく爽やかに、演出してくれました。でまたこのネギ、ネギの食感がシャキシャキしてんのもものすごく楽しかった。いやーすごくトータル的にものすごく完成された美味しいお刺身のり巻きになりました。いや、やっぱり魚はうめえ、美味しい。じゃじゃじゃーん、塩むすび、うん、しゃしゃ、それでは乾杯。うまい。今日も私の動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。また高評価、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願い申し上げます。おいしい。 I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your